囲碁の音。近所に中華料理屋やってる中国人のおっさんがいる。素朴で真面目でいい人だ。家族で日本にやってきて、みんなで料理屋の仕事してるらしい。ある時、囲碁の音が好きだと言ったら、ちょっと待っててと裏に引っ込んで何やらガサゴソやってる。そんでしばらくして囲碁持って登場。びっくりしてボケーっとする私をニコニコして見ながら目の前で弾いてくれた。下手だよという本人の言う通り、確かにあまり上手くなかったが嬉しくて和みました。ありがとうおっさん。フランス語でナンパ。今は帰国してしまったが、知り合いに日本人の嫁さんもらったフランス人がいる。以前のバイト先でフランス人の団体さんの接客をした話を彼にした時のこと。いやー、フランス人はマナーというか礼儀正しいよな。出した料理は美味しいって喜んで食べてくれるし、空いた食器は重ねて置いてくれるし、愛想いいし。この間接客した会社員のおっさんおばさんの宴会に比べたらすごくやりやすかった。それは違うで。フランス人が礼儀正しいのは日本にいるから。自国に帰ったらそんなこともないと妙な関西弁で否定。そうなのか。まあ、あの会社員のGバーの宴会の最悪さに比べたら何でもマシに見えるか。ところでフランス人はどこで嫁さんと出会ったの？フランスで。いやー、嫁にフランス語通じてよかったわ。なんで？フランス語でナンパしたから。笑顔でのろけるフランス人を見て、結婚っていいかもなと思った俺でした。